話のテンポが良すぎて原作を全てやってしまうんじゃないかと噂の失格者の最強賢者。気づけば何かと話題が尽きないアニメになってますよね。そうそう、話の展開だけじゃなくて原作者がツイッターで実況してたり、爆薬が小安さん使ってたりとか、なかなか面白いこといっぱいやってくるアニメになってるよね。で、5話では正式に暗黒竜イリスが仲間になってますね。そうそうそう、イリスちゃんね。今回はそんなイリスちゃんの紹介をしていきたいと思います。声優情報もあります。ネタバレがありますのでアニメ勢の方はお気をつけください。イリスとは、イリスはマテアスのパーティーメンバーで3人目のヒロインになります。エース王国付近の山に住んでいたところにマテアスらが訪ね、魔族エルハルトが潜伏しているハイソンへ向かうための足として協力を依頼されます。暗黒竜をタクシー代わりに使ってるんですね。そうそう、そこがマテアスのすごいところで、やっちゃいましたが出たところですね。イリスを訪ねたマテアスたちとは、初めは敵対していたイリスなんだけど、マテアスがガイアスの生まれ変わりだとすると土下座して仲間に入るんですよね。ドラゴンの土下座って珍しいですね。でもなんでマテアスを怖がってるんですか？それはマテアスの前世でガイアスの時に竜族がガイアスに喧嘩を打って返り討ちにやって大半を滅ぼしてるんだよね。ガイアスさんマジパないですね。ちなみにマテアスがエリスと再会した時には5000年ほど前に起きた魔素融合炉の暴発事故の影響で翼がボロボロになって飛べなくなってんだよね。でもマテアスの協力で最低限飛べるようにまでは回復してるんだよね。ほんとマテアスさん何でもできますね。でも第4問のマテアスでは完全に回復するところまでは持っていけなかったんだよね。お、それはどうするんですか？そう、そこで登場するのがルリー・アーベントロート。イリスを損傷した羽と魔力回路を回復するためには栄光門の力が必要で、その中でも目覚ましい才能を持つルリーであれば20年修行すればなんとか回復できると言われてるんだ。20年って長いですね。そこは元が何千年も生きるルリーだから、寝てればすぐと素直に喜んでるみたいだね。なんか4話でも5話でもそうですけど、武器めちゃくちゃ壊してますね。イリスは身体能力が高すぎて武器の強度が追いつかないんだよね。アニメ放送の同時に実況してる原作者の新興諸島さんも素手の方が強いイリスとコメントしてるね。なんかもうギャグキャラになってますよね。そこがイリスの可愛いとこでもあったよね。ちなみに失格者の人気は1番で、イリスだけフィギュア制作が決定してんだよね。本妻のルリーはどうなったんですか？まあそこは触れないでいこうじゃないか。3人目のヒロインで1番人気だったら2人の強力なライバルになるんじゃないですか？失格者の最強賢者はラブコメ要素もあるんだけど、ほぼルートはマテアスとルリーしかないんだよね。イリスは完全にギャグキャラというか妹枠で収まってる感じがするね。ルリーのライバルにはならないってことですね。そう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 。で、暗黒竜イリスの声優は伊沢しおりさんです。無職転生異世界行ったら本気出すミニトーナーデドルティア役、ドラゴン家を買うピーちゃん役、逆転世界の電池少女黒木ミサ役で活躍されています。今勢いのある女性声優さんですね。今回は失格者の最高剣暗黒竜イリスをご紹介しました。気に入っていただけたら高評価チャンネル登録お願いいたします。